後継者不足というのは中小企業だけの問題ではなくてですね、近年、段数の減少や経済的困窮、後継者不足などの理由で宗教法人が事実を売却されるという事案が増えています。その中、宗教法人ブローカーと呼ばれる人々が宗教法人の税制優遇などを求める企業に個人や宗教法人の売買を仲介しています。 買い手は日本人だけではなくて、外国人や外国人投資家も多く含まれているとの報道もあります。特に宗派から離脱した単立宗教法人の場合、包括宗教法人の承認などが不要となるため、自由度の高い単立法人となってから、寄付という形で売買相当額を受け取って、事実上宗教法人格を売却するという手法が取られているそうです。 このような実態がある中で、政府は昨年2月の国会審議や、首相答弁を受けて、より具体的に、不活動宗教法人対策を進めてきたと思いますが、一連の状況に対して、監督協会や取締りは、こうを創しているでしょうか。現状をお聞かせ,聞かせください。はい。文化庁小林審議官。はい。お答え申し上げます。 第三者により法人格が不正に取得され、悪用されることがないことが、えー、まずは重要でございますので、えー、文化庁におきましては、不活動宗教法人対策の加速化を進めてきているところです。えー、具体的には、宗教法人法に基づく、えー、事務所備え付け書類の写しの提出の徹底などの、えー、などに関する都道府県向け通知の発出、えー、不活動宗教法人となった宗教法人の整理を促すための予算補助、えー、不活動宗教法人対策マニュアルの整備などに について取り組んでいるところでございます。これらの取り組みによりまして、関係者にも重要性が認識され、 例えば、各都道府県におきましても、令和6年度の国の予算補助を用いて、不活動法人対策の実施がなされているというところでありますとともに、日本宗教連盟においても、不活動宗教法人の問題に係る理事長談話が出され、全国での宗教団体向け説明会において、不活動宗教法人の問題が取り上げられるなどしているところでございます。引き続き、宗教法人の法人,法人,の法人格が不正 取得され悪用されることがないよう対策に努めてまいりますはい神谷宗平君はいありがとうございましたご視聴ありがとうございましたぜひチャンネル登録いいねボタンコメント入力をよろしくお願いいたします